こんにちは、土の子です。さあ、折り紙キング続きの方やっていきましょう。わお、40人くらい集まりましたね。これだけいればフロアは最高に盛り上がりますよ。それじゃあ早速踊ってもらいましょう。ヘイヘイ、それじゃあ行くぜ。 DJ キノピオウィズ顔なしフィーチャリングマリオ。みんなでフロアをホットに沸かせてくれ、カモン。おお、すげえ、ミュージカル。ふにゃふにゃの踊りだぜ。かっこいい、マイケル・ジャクソンみたい。スリラー。なんでこんなマリオ踊れんの。なかなかこれ練習しないとできないけど、こういうのって。みんな盛り上がれ。腰のくねくねがかわいい。くねくねじゃねえか。ヨウヨウ、全然来ないんだけど。あ、来た来た来た。おお。おびき寄せられてんの。おお、生かしてる。盛り上がれ、イエーイイエーイ。すごいね。ノリ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 。あ、出た、やっぱりパンチマシンだった。おお、めちゃめちゃな踊りじゃねえか。下手くそやな。おい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 、ノリノリ穴あけフリークパンチ。ちょっとちょっと、ノリノリはいいけど悪ノリは良くないですよ。まさかノリノリのためにキノピオさんを顔なしにしたの。ひどい。あの中に顔がいっぱい渦まってんじゃないの、あの中に。ああ、最高に生かした俺っちのディスコにケチつけんの。お前たちも所詮紙っぺらじゃん。穴開けちゃうぞ。おお、来た。よし、勝負だぜ。ノリノリだぜ。今夜はオールナイトで踊り明かそうぜ。てか太陽なんてもうねえから永遠にオールナイトだけどな。太陽もこいつか。まずは俺っちの生かしたステップを見な。ワンツーワンツー。え、ああ、穴開けちゃった。悔しいけど確かにとっても生かしたステップですわ。生かしすぎてフロアに穴まで開いちゃいましたよ。こけたらどうするの。よし、勝負だぜ。ちょっとやべえ、回復してない。うん、ちょっと一旦叩いてみようか。オンは踏めないんだね、やっぱり。パンチの黄色いボディはとても可愛い。硬い、しかしどこかに柔らかい部分がきっとあるはずだ。ふむふむ、そこ柔らかくないよ。ここどう、踏んでみるか。へい、いらっしゃい。俺っちのパンチ受けにわざわざ来てくれちゃったよ。オッケー。うーわ、いって。おお、ねえ、穴開いたんだけど。キャー、マリオさん、なあなあ、そう、どうしたらいいんだ。ちょっともう一回お手紙読んで。穴に開かれたパンチの後ろのグレーの柔らかい部分をハンマーで叩く。グレーの柔らハンマーで叩く、なるほど。これいけるかな。ほんとや。よし、大して当たんなかった。顔も戻った。
あれ何お面かしら、どことなくマリオさんにまさかの似てますねっていうか、穴にされたマリオさんのお顔が出てきましたよ。最大 HP が少なくなってんだね。じゃあこのまま行って顔を取って、よし、いいねいいね、2倍にして、じゃあいいハンマーで、キラハンマーで、よっ、おお35、いいね。またまた、また後ろから叩かなきゃいけないと。 OK、 うん、これでいいんじゃない、こう言ってお宝開いて、はい、真後ろでキラハンマバゴン、あよっ、キラハンマ壊れちゃった。さてそろそろ満を持して満自死で決め技いっとくか、貯めてからの、あーこれで恩が一応出てるんだね。これ今もう一回いける、あー無理なのか、カメって意味あったっけ、今カメやってもしょうがなくね、あおてってでなんか意味あるかな、ちょっとやってみるか、パンチのチャージ攻撃はとても強力な体力、地面盛り上げ、うわ最悪盛り上げだった、間違えておてていった、おててでした、おててやっちゃった、一応そこそこダメージ与えたけど、うわ痛い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 、何個も穴開いた、やば、うーんなるほどね、こうするぐらいしかないか、ちょっと一つ手に入れて、装備で、キラハンマー、そこ裏判定じゃないの、うわきつい、待ってまずいぞこれ、ここはちょっともう遊びなしで、オンはこれだけか、
怖っ。神の力使って盛り上げる。魔法陣発生。地神様だ。行け、盛り上げだ。どうだ。体当たり、よし。まさかそれがお立ち台ってやつか。なかなかやるじゃねえの。よし、これは今だいぶいい感じであると思うから、倍にして攻撃をやりつつ、柔らかい分、あ、ハンマー OK だよね、多分ね。ハンマーの方がいいよね。なんか踏んでゴムでポヨーンとかなったら嫌だから、キラハンマーでしっかりと。よしよしよし。あとさ、この状態の時この状態の時にお手手使えるんじゃないの。多分そうだよね。あの状態でお手手使おう今度。あー、でまたこれか。果たしてこれであれだよな、ダメージが与えきれるかどうか。お手手で神の手フィニッシュができない、このままだと。それは避けたいんだが、きっとできないぞ。まあでもやってみるか。お手手で顔も戻したし、お手手で引っぺ返せるっしょ絶対。ちょっと楽しみなんだけど。ここはもうお手手ポイントだもんね、どう考えても。よし、おらおら、旗剥がすぜペリー笑ったおもろボスバトル超楽しいんだけどやってて。うっしゃー。なんだよ、せっかくノリノリだったのによ、しんみりするんじゃねえよ。最後まで派手に行こうぜ。へいへい、カウントダウンよろしく。はあ、あ、3、2、1、ゴー。すげえ、顔が散らばってきた。やば、よかったね、ピノピオたち。よかったの。おーし、さあ、あとは紙テープですわ。よかった、クリアできました。はい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 。しかもね、かもね。やりました。もうどう見ても金色にしか見えないんだけど、僕折り紙の中でやっぱね、金と銀って特別だから思い入れがありますよね。なんとなく、なんか一番上に金、そして下に銀って言ってね、2枚しかいいやつないんでね。何の話っていう。何これ、何が、あ、太陽か。ダンボールでできた太陽。これ灼熱の砂漠が蘇るんじゃないのこれ。ビカー、うわ眩しい、本当に眩しいや。うわー綺麗。あら、なになになに、あら、どこか行けるようになりましたよ。
コングラチュレーション、黄色紙テープクリア。やったねオリビア。また袋が大きくなりました。ぷくり全然なんか大きくなった気がしないんだけど、毎回大きくなってんのかな。やっぱやりましたマリオさん、やりました。私先生もありがとう。黄色の紙テープクリアですわ。マリオさん、助けていただき本当にありがとうございました。今から全員の挨拶が待ってんの。ギラギラの太陽も元通りになりました。私たちキノピューサンドリアに帰ります。ありがとうございます。ああ、もうあ、一人だけ違う。マリオさん、オリビアさん、ありがとうございました。キノピサンジュリアのホテルで DJ してます。いつでもノリノリ OK。 なくさディスクがあと3枚あるはずなんで、見つけたらホテルでプレイ。それじゃあ See you。 おっしゃー、すげえとこだなこれ。キノピオも 100% になりましたね。うわー眩しい。上はあ、上から出てきたんか。それでお日様が元通り、とっても明るくて、これって本当に砂漠って感じですわ。あら、先生、何か悩んでるの？そうか、太陽だったのか。マリオくん、オリビアくん、今すぐ太陽の祭壇へ行ってみよう。太陽の祭壇？ちょっとDJ が気になるんで、DJ の曲聴きに帰りますね。太陽の神殿より DJ の曲。うわ、なんかすげえ眩しくなったんだけど。マリオさん、ありがとうございました。ディスク見つけてくれたんですね。どうぞ。これもこれもあるよ。リクエストカモン、ボルテージマックス。あ、いいね。なんか音ゲーだと難しいレベルになりそう。ディープバイブス。なんか35億感があるね。35億、35億。ハッピーラブ、これは名曲は。ノリノリーハッピーラブラブ。そういえばシーソーのとこのね、ムーチョ上から行けばなんかいいみたい。教えてもらっちゃった。なるほどね、ここからか。へい、とーん、あ、飛んだ。まさかの、それで行けたの。すごいね。俺は痛いんだ。やった、キラキラハンマーに。やったぜ。なるほどね、ありがとうございます。これでやっとキノピオタウンに帰ることができます。私、タウンで一番豪華で大きな家に住んでるキノピオなんです。お礼をさせていただきますので、タウンに来られた際にはぜひお立ち寄りください。なるほど、すごいね。そういえば取れなかったキノピオも取り方教えてくれてたな。ここで、ああ、ほんとだ。削ったらいいんだ。登ろうか降りようか迷っていました。決められてよかったです。削れました。ありがとうございます。全く発想ができなかったな、そういうとこ。あと、どこかの中心に何か、フィギュアがありましたよって言ったんだけど、どこだっけ、その中心って。はい、ということで、今回はね、ここら辺で終わりたいと思います。よかったら次も見てください。つつのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。